皆さんこんにちは、リットです。今回ですね、毎週やっております、今期2023年秋アニメ、配信人格ランキングトップ10やっていきたいと思います。というわけで、今回ですね、今期第3週目の配信格トップ10というこれ、いつもの全部で7サイトですね。D アニメストアさん、Amazon プライムデーさん、Netflix さん、AbemaTV さん、DMMTV さん、ニコニコ動画さん、GM スタンダードさん、全7サイトというところですね。いつもの順番に紹介していきたいと思います。というわけで、まずはですね、皆さんに、大変ね、ありがたいというか、まずお礼を言いたいことがありまして、本当にありがとうございます。実はですね、今期この配信日記と、また海外人気ランキングっていうのが出て、実はもう前期ね、あまりに盛り上がらなすぎて、本当に配信しようか迷ったんですよね。で、中で今期、過去一盛りやってます。ありがとうございます。マジでありがとうございます。いろいろね、コメントとかしていただいたりとか、高評価とかしていただいて、本当にありがとうございます。ぜひね、今回もどんどんコメントとかもね、いただけたらなと、高評価もしていただけたらなと、思うんですが、ね、やっぱこれ盛り上がるの分かります。めちゃくちゃ面白いです、今期。本当に。配信人気もね、読めない中で、今回2にね、薬屋の一人ごと参戦してきましたよ。ということで、これがまたびっくりな結果になってますし、またですね、前回、あれなんでこれ上がってこないんやとか言ってた作品、バーンってついに上がってきてですね、うわー、ついに来たぜみたいなね、っていうところ非常に盛り上がる部分もあり、またね、なんでこれ入ってないとかね、例えば、東京リベンジャーズとか、星屑テレパスみたいなね、独占、配信によってですね、もうランキングに入るわけもないということもね、起きていたりという、まあ、そういう悲しいね、もはや紹介もできないね、もう独占配信ですからね、それは、ネット、だ例えばさ、それだとディズニープラスのランキングとか、FOD のランキングを紹介したらね、出てくるわけないんですから、困ったもんだなと思いながらですけれどもね、まあ非常にね、やっぱ本日めちゃくちゃ盛り上がってるという中で、やっぱいろんな作品もね、ランクインしてますね、ぜひね、気になった作品は見ていただけたらと思います。皆さんの、今回なんて言うか、ランキング、今回のランキングに対する感想、ご意見などまたコメントどんどんお待ちしております。はい、では早速ですね、D アニメストアさんの、第3週目トップ10から紹介します。D アニメストアさん第3週目トップ10、それが、こちらといえば、呪術廻戦2期中 !3 週連続1位です。強い強い。強強です。はい。という中でね、怪物2期が、2位、早々のフリーレンが、3位というところですね。まあ、ほとんど順位はこのトップ6までは、変わらずというところで、こっちに関して、D アニメに関してはね、まあ、ウィークリーランキングであることなもあるのかね、まだ薬は入ってきてなくて、薬は土曜の深夜からですから、対象が日曜までなんで、来週から入ってくるのはっていう感じなんですけれども、という中で、第6位まで変わらず、第7位シャングリアフロンティアという、ね、ワンランクアップと、で、聖女の魔力と入れ替わった感じですね。で、8位が機関車の魔法特別です。第10位、暴食のベルセルク。第11位、ティアムーンテイク物語というところですね。まあ、今期はね、やっぱ漫画原作もね、ガンガン入ってきてる感じがしますけども、やっぱナロータイトルとかラノベ原作がね、非常に D アニメは強いなっていう印象を持ちますけど、やっぱティアムーンがもっと上がってきていいんじゃないのっていうすごい思いはね、あるんですけど、まだ11位というところで、もっともっと口コミね、広がってほしいなと思うところで、シャングリラフロンティアもね、やっぱまあ、当初は、まあクスリアと、ね、フリーレンと、シャンフロっていうところで、今季、三大新作タイトルということで注目されてたわけなんで、まあそういう意味で、そもそも評価もね、結構かなり厳しい感じになってきてますけどね、配信期とか海外期どうなるのかっていうところもありますけども、引き続きこの辺はすごい注目かなっていうところで、やっぱ呪術がね、強いんです。本当に強いね。二期二クール目、もう諸ともしないというね。エンバールギー見ました、この前ね。もう、たまげたよな、マジで。もう僕思わずものすごい速度上げちゃったんですけど、動画ね。っていう、怪物がこんだけ人気なのも嬉しいし、ソースのフリーレンとか、まあ、スパイとかもね。まあ、スパイもやっぱ評判もね、結構分かれてる感じしますけれども、やっぱ人気はね、やっぱさすがあるんですけど、でも4位っていう、スパイファミリーが4位っていう、もうえげつないクール。っていう意味でやっぱ、まあ、フリーレンはそうですけど、怪物人気はやっぱ相当ね、前線してるなって印象もありますしね。改めてすごい人気だな。僕もね、ハマってますから、1期あんまハマれなかった人も逆にハマるぐらい2期の出来っていいんじゃないかなって思ってますけど。まあ、呪術がさすがの3週連続1位でございます。おめでとうございます。はい、では、次ですね。Amazon プライムビデオさん第3週目トップ10紹介していきます。アープラ第3週目トップ10、それが、こちらという薬屋の一人ごとついに参戦初1位登場1位はエグいってねえ。いや僕ね、薬やね、エグいなと思ってアマプラいきなり1位かと思ってね、なんでかなって考えた時に、やっぱね、3話一挙に放送してるんで、やっぱより見られる時間とかもね、長いんじゃないか、再生回数もね、その1週間の中で多くなりやすいんじゃないかっていうのは僕は考察したんですけれども、でもね、これはまあ2週目以降もやっぱ高いんじゃないかなっていうような予想はしてて、でもすごいね、初登場でいきなりボンって1位になってきたということで、やっぱいかにこう元々の期待値が高かったっていうのがね、すごい見えてくる。元々ね、フリーレンと薬やでも、サイトによってはどのサイトもやっぱフリー
リエンとクスリアが事前期待値みたいなね、1位2位になってて、どっちかが1位みたいな感じだったんですけど、クスリアもね、やっぱ評判っていうか、まあ僕は思ってたよりやっぱ反響はね、すごいあるなっていう印象があって、やっぱフリーレンのはやっぱね、なんか、何や、劇的な話って意味ではやっぱ1から4はバンってやったのは、金曜ロードショーでインパクトもあったなと思うんですけど、クスリアもね、すごい話題になってて、うん、でも僕自身もコミカライズね、ハマれなかったんですけど、アニメだとすごい楽しめそうな感じがしてるんで、そういう意味でもね、すごい期待してます。やっぱアニメーションのクオリティとかもさすがでしたし、やっぱ演出とか雰囲気の作り方とかもすごかったんで、そういう意味で期待もうすごい高まってますし、やっぱいろんな人が楽しめる、誰も楽しめる作品になってくると思うんで、まあ、そういう意味では、まあ、女性人気も高い作品ですけどね、いろんな人に見てほしいなっていうところですけど、アマプラ1位ということで、強い強いです。さすがね、アニメ化前が累計物2400万部ですけども、バケモンタイトルですね、これね。うん。えらいスパイファミリーに行きというかね。で、スパイファミリーもね、いろいろ言われても人気ないって、いろいろ言いながら僕見てますからね。はい、というかね、だんだんまあ、また面白いパーティー入ってくるね、そこでね。僕も手のひらくるくるできたらいいと思うんですけどね。もう、突然面白いって言いたいんですよ。別に好きなタイトルですからね。ただやっぱその、結構ね、子供向きになったっていう話をこの前僕動画でしてて、結構いろいろ反響いただいたんですけども、その子供向けだからって、その僕らが楽しめないわけじゃないよっていう声があって、確かに僕すごいそれ腑に落ちて。確かになって、やっぱ単純にちょっと思んなくなったのかな。さらに厳しい感想を持ったところだったんですけど、ちょっとまあ挽回に期待したいところですけど、もちろん力あるタイトルですからね。で、第2位と。第3位、呪術廻戦という、まあこの辺さすがですよね。第4位、フリーレンという、まあここのトップ4強いっすね。怪物も8位ですけどね、まあ高い。まあ別にトップ10入ってる。第5位、アンダー忍者。第6位、MF ゴースで。まあこの辺多分その配信の始まったタイミングもあると思うんですけど、アンダー忍者は全然正直なんかね、やっぱ1話の時とかに、あれなんか思ったの違うなみたいな。これすごい聞いたんですけど、最近あんま聞かない中でアマプラ人気レッスンでも5位入ってきてる。でも MF ゴーストはね、やっぱ人気でね、僕は多分ね、僕のちょっと上の世代とかになってくるのかな。ちょっとやっぱね、イニシャル D とか僕見てるわけじゃないし、やっぱモータースポーツもそもそもなんか正直あんまハマってない感じがするんですけども、どうなるかって感じですけどね。やっぱ人気ありますね、第6位と。で、第7位は沈黙のパレットの開始始まったみたいで、ね、見たいなと思います。これはいいや。ガリレオ僕大好きね。あ、すいません。はい、失礼しました。はい、というとね。さっぱりわかる。あ、すいません。すいません。ミーと誰がね、9位ということね。ミーとでもいいですね。第10位が馬娘プリティダービーシーズン3ということで。馬娘もね、やっぱ配信人気、海外人気非常に厳しくてですね。やっぱこの、もう、見てる層がやっぱ2期やまだしもやっぱ3期っていうところで、まあそもそもやっぱね配信でも結構厳しい人気だったイメージがありますけどもね。まあなんとかトップ10入ってそこが良かったんじゃないですかね。はい。という薬屋が初登場でもいきなり1位でさすがでございました。はい。では次ですね、ネットリックさんの、第3週目トップ10紹介します。それですね。こちらということで、ここでも薬屋1位、2冠達成です。いや、強いな。強いな。この薬やスパイのこの並び何このアマプラと一緒ですか。いや、薬や強いわ、これ。まあ、さっき言ったようにね、やっぱ3話一強配信なんで、多分その分の、多分あるんじゃないかなって、やっぱその人気の分とか初回なんでね、より注目度高いんじゃないかなって思いはあるんで、まあ、ある種やっぱ来週ぐらいは勝負なのかなと思ってますけれども、それにしても強いね。それにしても強いわ。この時ビッグタイトルひしめき合ってる中でね。第2位、スパイファミリーと。スパイファミリーさすがっすね。第4位、新しい上司だと全然、ね、いいじゃないですか。これ前も入ってたね。人気じゃないですか。なんかネットリックスなんか触ってんのかな。第6位、カモノアシロンの禁断推理という、こうね。これもやっぱあんま話題聞いてないですけどね。ネットリックス人気ですね。で、第8位。あれ、これ、機関車の方特別です。お、すごい、ネットリックス入ってんね。っていうところ、なんか10つから今回ランクインしてましたけども。ちょっとネットリックスもなんか、だんだんすごいランキングになってきて、なんか集計方法がね、前期から変わったというので、ネットリックスのランキングも紹介するようになったんですけど、結構アニメ作品入ってるんですけど、そのアニメ作品が割と意外なね、まあスパイと薬はわかるんだけど、これが結構意外なタイトルですけどね。はい、というところで、ランキングになってました。はい、今見たらまた10つとか入ってんじゃないかな。今も薬は1位、スパイ2位か。あ、でも、あ、フリーレンが7位に入ってる。あ、でも10つ入ってないね。というところで、なんか一時期、てか前期とかね、呪術がなんかひたすら1位取ってたイメージでしたけどね、っていう中でちょっと状況はまた変わってきてるのかもしれないですけど、薬屋が1位でございました。はーい。では続いてですね、アベマ TV さん、第3週目トップ10紹介してきてますが、そう、前回そのネットリックスで開発1位だったんで、結構入れ替わってますね。ちょっとまだランキングの感じがつかめてないですけど、ネットリックスは前期から紹介し始めたばっかなんでね。はい、どうですか、薬屋1位という。では続いて、アベマ TV さん、第3週目トップ10紹介していきます。それですね。こちらというところで、聖剣学院の魔剣使い第1位。これ、アベマ1週間先行配信とかね、やっぱそう、先行配信系からアベマ非常に強いイメージがありますけどもね。
なんか最近1番の時はなんかファッションネさんで1位とか言ってものすごい話題になったんですけど、全然最近話題聞かなくてですね、僕は結構楽しんでたんですけど、なんか全然話題にならなくてあれと思ってましたけどね。うん、まあやっぱ人気が間違いなくあるというと、1位と第2怪物ですね。ああ影の術師いいですね。2位と第3薬屋強いな、薬屋。第4機関車の魔法特別、機関車人気あるやんね。なんか結構僕1話切りしたって人聞いたんですけど、機関車の魔法僕見てますけどね。第4位とね。第5破滅の王国、あもう結構ねこれも押されてる作品ですかね。まあ魚がどうとか、まあ、そういうことは結構来ますけど、横浜アニメーションラボっていうところで、まあ、あの表現とかね、まあ、あのこの前聖者モストとか言ってたところなんでね。はい。で第5位と第6位が、いけない京というところね。これも結構楽しんでますね。第7位が、ゴブリンスレイヤー2期というところね。まあ、ゴブスレもね、この前なんか僕もかなり批判動画上げたんですけど、今楽しまれてる方も多いみたいな、そこは良かったなって感じはしてますけど。第8位がスパイファミリー2期、第9位、タトゥノイシャ3期、第10位、呪術廻戦2期という、こう、呪術廻戦2期か、タトゥノイシャ3期というところで、アビはね、相変わらず入り乱れてるんですけどね、まあ、薬屋がしっかり3位に位置してるというところで非常に高いのと、まあ、あとは、そうですね、でも機関車はでも結構人気じゃねえかっていう感じしますね、こう見るとね。うん、ということで、聖剣学院がね、ここに来てランクイン一気に1位、はい、獲得ということで、おめでとうございます。はい。ということで、先週のランキングだと、そうですね、先週は、あ、そう、呪術が1位だったのか。うん。まぁ、ちょっとね、多分、あの、ランキングの情報を取るタイミングにもよりますけどね。うん。っていうところですが、今回は聖剣学院が1位でございました。はい。では次ですね、DMMTV さん、第3週目トップ10紹介します。それですね、こちらというの、怪物いけちゃう、来てるやないっすか。ハイエツね、またあの、偽撮影かなんか入ってね、またこれまた面白いんですけどもね。もうすっかりハイエツハマってるもんですけど、ガンガン順位上に行ってくれって感じですけど、なんか一挙にもはや配信人気じゃないか。なんか、こんな人気あった。もう、でもハイエツが止まらないという中ですね。タトゥノイシャ3期が、タトゥノイシャもいいじゃないですかね。2位と。第3位、薬屋。薬屋が強いな。薬屋が強いです。まあでもね、やっぱ土俵が違うんで、明らかに他の作品は、あの、今4話とかね、4週目放送とかなってる中で、3週目放送とかなってる中で、薬屋は いきなり、今ある種1週目の放送なんで、ね、そこの条件は違うんで、こっからっていうとこありますけども、強いね。第5位、馬娘さんっていいじゃないですか。第6位、百科の。あ、百科のって意外と入ってないね。意外と百科の入ってきてなかったですね。ね。第7位、フリーレン。第8位、ヘルク。第10位が、既婚者やっぱ人気やないか。人気やないですか。ねえ、ちょっとじっくりやりすぎかなと思ってるんだよね、機関車に関してはね。そこはありますけれども。まあ、僕の推しのね、スースローさんがね、ロマンティカじゃんでヒロインやってるんで、そこでもまたポイントなんですけどね。っていう中で、フリーレンも意外と入ってないな。そう考えると。あ、そんなことないか、別にアマプラ入ってたか。うん、でもやっぱ今週は薬屋がバンって入ってるって印象が強いですね。はい、あ。っていう中で、怪物2期が、DMMTV1 位でございました。はい、おめでとうございます。では、次ですね、ニコニコ動画さん、第3週目トップ10紹介します。それですね。こちらというのが、呪術廻戦2期第1位。強いね。で、馬3期が2位と。馬娘もね、やっぱニコニコで見るとよりなんかシーツをそれで知れて、なんかすごい、あの、より面白いみたいな話もね、聞いてますけどね。ここの1位、2位はね、めちゃくちゃ硬そうな感じするんですけど、3位入れ替わりましたね。前回ミリマスがまたシャンフロ抜いたと思ったら、今度は、抜き返してきたっていうシャンフローですね。まあ、シャンフローはね、やっぱ今見てても分かる通り、なかなかね、配信人気も苦戦してるなっていう印象が強いですけども、ニコニコは、第3位入ってると。第4位ミリマスというとこね。ニコニコミリマスは、ニコニコね、先行配信でか、その配信ですもんね。最初ね、僕もニコニコで見てますけども。うん、っていうところで。まあ、そこも大きいのかなと思いますけど。第4位と。第5位、デコモコ魔女の親子事情。これも人気だね、なんかね、ニコニコは。第6位、薬屋の一人ごと。薬屋すごいね。いきなり第6位か。強いですね、ほんと。第7位、スパイファミリー2期。第8位、ブダレバー。第9位、アンデッドアンラク。第10位、君のことが大好きな100人の彼女引き込む。第11位、引き込まれ吸血鬼のモンモンというところね。他、サイド見ててもそうですけど、ブダレバーと引き込まれ吸血鬼なかなか入ってこない中で、ようやくね、ここはトップ10に入ってきて、アンデッドアンラク。なんで入ってこないの？どういうことなんですかこれ。ねえ。アンデッドアンラック、マジで全くランク入ってこないじゃないかよ。もう待ってんだ、これ。ねえ。しかも前回の順位落ちてんじゃねえか。なんちゅうことや。はーい。っていう中でですね。百科の方が意外と入ってないのちょっと意外かな、これに関してはね。まあ、シャンフロもなんとかニコニコはしっかり3位に入ってると。いうとこなんか、呪術と馬がね、抜群人気ですね、ニコニコは。で、薬屋も初登場で6位ということで、凄まじいですね。非常に人気だなと。
いいのでございます。はい、では、最後大取りですね。これが一番参考になると、信頼できると、まあ、総合ランキングで言ってでしょう。 GM サンダルさん第3週目、これはトップ20ですね、紹介します。それですね、こちらというの10回戦まだもう1、もうえってもうえって強い強いです、本当に強いです。もう人気がねやばすぎる、本当に。もうこれはもうね、もう多分もうみんな認めるしかないっていう、もう前期からずっと1位です。僕10回戦1位って何回言っとるかでもね、このリーチポイント見ててもさ、あのスパイファミリーですらさらにその 1.5 倍ぐらいあるでしょ。もうやっぱいかに呪術が強いかっていうところですよね。呪術が1位と、でスパイファミリー2位と、フリーレーン3位、ここ変わらずと、でコナンとワンピースが入れ替わりましたという中でね、超注目ポイントがあるんですよ。今回11位見てください。11位、影の実力者になりたくて11位、我が名はシャドウ、太陽の瞳、影をガルマの月川がいい、はい、というところでね、覚醒の時はついに来まして、開月ね、前回ね、もうめっちゃランク入りまくってたのに、今回は入りまくってますけどね、なんで GM 入ってないんやって、おかしいやろって言ってたんですけど、入ってきました。当たり前よな。まあ当たり前ですよね。だってこんだけだっていろんな配信でバンバンバンランク入って1位のやつもあるのにさ、トップ、なんかね、トップに入れないわけがないわけで、ようやく入ってきましたよ。これトップに入るやろ、これ。でもカディーズの人気ちょっとびっくりしますね、ちょっと。もともと僕もやっぱ海外人気が高いアニメって印象はあったんですけど、やっぱ秋ってラインナップおかしかったから、海外ってなかなかやっぱ正直話題になってなかったと思うんですよ、そんなにね。多分今季の方がより話題になってんじゃないかなって僕思ってて。やっぱ、昨年の秋ってね、やっぱ海外と転生したら剣でしたってラノベ枠あったんですけど、やっぱ漫画原作たちが本当に強かったんで、やっぱそういう意味ではね、結構埋もれかかってる、まあオリジナルも強かったですからね。っていうところで、もう今季はその輝きを完全にね、もう放ちまくってるというところで、僕もね、1期はやっぱなかなかハマれなくて、2期も激ハマりしてますね。もう激推ししてるんですが、11位ということで、ね、一気に48ランクから何が起きたか分かりますが、アップしましたという。おめでとうございます。で、何 ?12位、プロ野球で舐めてんの何これ、なんか、まあ、すごいです。おめでとうございます。まあいいんじゃないですか。いいんじゃないですかっていうか、もう、配信人気も幅広すぎてさ、プロ野球って言われたら、それは人気やろみたいな。第6位トークサバイバーとかもどうすればいいの俺ね。はい。っていうところね。沈黙のパレードもやっぱめっちゃ上がってますね。あ、次元大好き。なんかアマプラでやってたな、これね。キングダムなんかだったら、ドラゴンボールはあれですか、ダイマの影響。進撃の巨人はね、ほんと完結編がついにね、来週ですよ。マジ楽しみですね。どうしてやりますよ、僕もね。で、金刊も実写の影響かな、18位で。20位ね、ドクターストーンというかね。ドクターもしっかりやっぱ人気はあるなっていうところで。まあ、海図はやっぱ一気にね、上がってきたのがハイライトかなっていうところなんですけれども、やっぱね、まあ、今季今のところやっぱ呪術、スパイ、フリーレン、まあ、ここのやっぱトップ3は明らかに硬いんですけれども、そのね、やっぱ今回薬屋がね、ガンガン1位取りまくってきました。てか、すごかったね。何個1位取ったもはや、いきなり。ネットフリックス、アマプラ、2個か。2個で1位取って、で、アベマも、DMM も3位か。ねえ。っていうところで、こう、ガンガンガンと一気にね、ランク入ってきたわけです。しかも、いきなり2冠達成というところね、薬屋が間違いなくこれ次回 GM スタンダード入ってくると思うんで、ここね、すごい楽しみですよね。だから土曜深夜だから今回もこの D アニメと一緒ですよね、結局。D アニメも絶対入ってくると思うし、多分 GM も入ってくると思うんで、ここでどうなるのかっていうのはすごい面白そうですね。次回必見なんじゃないかなっていう感じの中で。まあ、これでやっぱ薬屋上がってきて、呪術、スパイ、フリーレン、薬屋ってなってくると、めちゃくちゃ面白いんじゃないですか？新作続編というところでね。いいんじゃないかなと思いますし、はい。結構薬はね、なんか、割ともコミカルで読むのをやめた範囲以降でもっと面白いとこあるみたいな話も聞いてて、そこはすごいなんか期待でしてる。多分原作の1巻ぐらいの読むのやめちゃってるのかな。なんかコミカル3巻ぐらいやめちゃったんで、で、なんか2巻以降もどんどん面白いとこあるみたいな話も聞いてるんで、そういう意味ではなんかアニメね、こんだけのクオリティですから連続にくるありますしね、すごい楽しみになってるとこなんですけれども、やっぱ薬は楽しめそうなのはすごい良かったですよ、本当に。まあ、チャンフロがね、やっぱそういう意味ではね、やっぱかなり厳しい感じになってるかなっていうのありますし、まああとはね、やっぱこう、引き込まれとか、ブタレバー、まあブタレバーあれだけど、引き込まれとかもっと注目度高いと思ったんですけどね、まあ GM に入ってこないにして、もっと配信機ガンガン入ってくるかなと思ったんですけど、全然入ってこなかったりとか、なんかティアムーンとかね、あとアンデッドアンラックよ。どうしまったの？ねえ。でさ、やっぱマッシュルとかね、女性人気とかあったんじゃないかとか見てて、ああ、そういうことなのかとかね、思ったりもしましたけど、アンデッドアンラックはもう、やっぱキャラズだなんかとか思うけどね。いやでも見てよみんな。見てくださいよ。ねえ。
なんかさ、話題にならずになんか評価ばっかされるって一番辛いじゃないですか。好評なのに話題になる。しかもジャンプアニメよ。でもアンデッドアンラックってびっくりですね。これはほんと、ちょっともうほんとにね、これ何回も言ってますけど、やっぱジャンプアニメだからいけるっしょみたいな思いあったんで、ほんとに、あれみたいになってるんですけど、全くかすりもしてこない。ニコニコしか入ってないじゃないですか、ランキング。どういうことや。どういうことやってマジで。ねえ。で、ミート誰か前回入ったんですけどね、今回入ってないっていうところでね。割とね、まだまだ変動は大きそうですけれども。まあ、やっぱ、呪術スパイ、フリーレンが強い中で、ちょっと、まあ、ひとまずは、薬屋がね、どうなっていくかっていうところもありますし、まだまだね、入ってない超面白いタイトルたくさんあるんで、まあ、本日やっぱタイトル数多いですからね、だんだんみんなも絞っていく中で、もっともっとね、やっぱそういう作品たちの、面白い作品たちの注目度が上がってね、配信人気とかも上がってきてくれると、嬉しいなっていう感じで、ございます。はーい。というのは、まあ、怪物がね、ついにトップ20入って2位までございました。おめでとうございます。そして、薬屋が強い。薬屋が強い、強いでした。はい。という感じで、今回の本期2023年秋アニメ第3週目配信企画トップ10の紹介は以上となります。ここまでありがとうございました。というところですね。いやー、もうなかなかね、まあ、いろいろとびっくりな、ランキングだった中で、まあ、やっぱ呪術もね、ほんと強えなというところで、まあ来週ね、やっぱね、薬屋がまあ本番というか、ほんと、ある種本番、まあその、アニメ自体2週目になってのその配信人気の進化、1話分の配信ですからね、そこの部分も出てくるかなと思うな。持ってますし、また D アニメとかね、GM は確実に入ってくると思うと、これ何位にいきなり入ってくるのかっていうところはね、すごい注目ポイントなのかなと思ってますし、フリーレンとかもね、今夜ですよね、タイトル回収会があるってところで、こういうの反響次第で、まあ、まだ今週、来週はまだ反映しないかもしれないんですけど、もっとまだね、順位変動する可能性もあるかなっていうところで、まあ、現状なんだかんだで、ね、呪術スパイがめちゃくちゃ強いっていう、ちょっと続編がやっぱ強いというくるになってしまってますから、新作がぶち抜くとこ見たいね。でもやっぱ強いんですよ、呪術のスパイも。本当にもうね、もう今はもう世間でも本当に1、2を争うレベルのタイトルですから、やっぱ連載中の作品だったら。っていうのがある時点でもおかしいんですけど、今期はね。はい。で、なんかどれだけね、まあ、新作とかがね、食い込めるのか、まあ、そこにやっぱ期待していきたいなと思います。はい。という感じで以上となります。次に皆さん、これで感想、ご意見などどんどんね、コメントお待ちしてますし、また来週以降も引き続きね、配信人気、また海外人気もどんどんね、やっていきますね。ぜひ、お気に入りチャンネル登録、高評価もしてください。嬉しいです。また、ね、個人的ランキングをどんどん上げてますね。そういったのまた、見ていただいて、なんかいろいろ比較したりするとね、また面白いんじゃないかなという感じで、ございました。はい。ということで、以上となります。ぜひ、これを機にチャンネル登録、高評価もしてください。嬉しいです。最後のお写真、ありがとうございました。